だって俺らはずっと微増じゃん。微増横ばいじゃん。だから変わんないですね。なんぼその下がった下がったって、まあ値掛けはさ、いろんな人たちするけど、変わってないからなっていうのが実情なんで、こっちの。確かにね、本当に生活も変わってないもんね。変わんない。お金何も変わんないんだけど。莫大な金が入ってくるわけでもなく。腹立つ本当に。ね、本当に。最低限過ごせるぐらいの靴を買えるぐらいの、まあ、ありがたいことですからね。まあね。変わんないっていう、この5年、まあ、5年、5年は変わんないよ、嘘か。3、4、5年ぐらい変わんないか。3、4、5年ぐらい変わんない。1、2年ぐらいギュッと上がったけど。1、2年は、まあまあ、仕事辞めてるから、そりゃそうだけど。ね、3、4、5はちょっとね。私もね、つい去年辞めましたからね、仕事、ね。首になっただけじゃん。いかなすぎて首さあ行きましょう。たまにね、現場行っても、あ、これからドフライってちょっとリスニングしてみたいな、ドフラってなんすかみたいな、あれ、視聴者の方じゃないですかみたいな、いや、あれなんかね、ありますよね、あるある、そう、あ、ドフラ、あ、意外と馴染んでないんだっていう、なんか、いや、なんだろう、いや、逆もあるよ、全然、その、あの、こっちが言う前に、うん、あの、ドフラ、あ、そう、でも、ゴムゴムかな、馴染みと、そんな馴染んでる、意外と何ドフラってって言われた、店員さんもドフラっていうぐらいですから、店員さんは普通に見てくれてる人結構いるからね、そうそう、ドフラね、でも全然ね絡んできてくれないですよね、ドフラ方ね、でもやっぱ他の配信者に馴染ませてコストじゃない、まあちょっとしばらくはドフラとワープラで、まあそうっすね、まあどっちが馴染んでいくか、まあ、うん、カメラさんとかもうしつこくワーフラって言ってるから、言ってる、ちょっと待って、あのカメラ外のところでも言ってますか、全然言ってる、あ、ワーフラ、2人で車乗ってても言いますか、あー、ワーフラね、こっちね、言い直しちゃってでもあれはちょっとしばらくやっときたいね、もうちょっと一くだり考えた方がいいけど、どうしよう、そうだから多分あれだから、そういうドレスコードやるけど、その見たらパパなわけじゃない、ね、一緒に来た人が、パパの名前ぐらいはいいんじゃないか、喋れる子だったら、あ、パパじゃなくても、あのお父さんの身分証を1回預かって、そうそうそう、預かってパパの名前何、名前何みたいな、あんま喋れる子だったらね、まあ3歳4歳だったらちょっとね、あ、危ういけどパパしか分からないけど、小学校とかね入ってこなったら多分パパとかママの名前を言えるんじゃないかな、確かにって思うんだな、俺もちっちゃい頃は正直母親と父親の名前分かってなかったかな、いや、そうでしょ、いや、パパ、ママでしょ、ああ、音、お母と、それか、まあ、名字とかね、あ、自分の名字というか、自分の名前というか、どういうチェックしてんだろうね、保険証を見せてさ、その不要に書いてるわけじゃん、お子さんが、君の名前何みたいな、でも本当に、その親の保険証にさ、なんか、全然違う子供の名前書いてあるって、いやー、難しいよね。難しいね、まあでも一応ね対策はしてくれてるっていう中でも、あの結構破られちゃうことも多いんで、また別のおもろい対策考えてくれたらなっていうのが、まあこちらとしての思い、もうだから、あの海外とかみたいにさ、あの履いて帰らせてもいいんじゃないの、まあ確かにね、結局なんか、なんですかね、別にいいんですよ、そのこそこそ勝手に転売してる分とかには正直こっちはどうでもいいんですけど、まあ確かにね、やっぱ気悪い人は気悪いんで、まあ確かに、もうだから、いや履いて帰るならいいよじゃんっていう、箱もあげません、履いて帰るんだったらいいですみたいな、やっぱり、ワールドフライ東京のすぐ横に杉並があるんですよ、もう直結で、ね、直で持ってくる人いるからね、めちゃくちゃいるんで、そうそう、なんか関係ないけどちょっと気悪いんで、そうね、なんかそういう対策があったら、まあ袋がね、あと400円ぐらいするじゃないですか、ワープラ、あ、ワープラとかさ、やばい、どこだっけ、こっちがちょっと、やばい、ちょっと真面目な話したの、やばい、言いやすいの持ってかってる、これ。そうそうだ、ドフラの横にあるから、結構ね、そのジャンプアンジャックの時も、ドフラからそのまま、もうストレートで持っていく人、何人かいたんで、うん、いるよな、まあ、それ見てね、ちょっと、うわ、外れたのに、履きたいのにって人が見たらね、ちょっとやっぱ、気の毒じゃないけどね、気悪くて、いっぱいいるでしょうね、まあまあ、まあ、この辺はね、本当にまあもう、表裏一体なもんでね、こういう業界というか、まあ、なんとその辺はね、もう本当、まあ、何でしょうね、気悪い人もいますし、まあもう、これはもう、100% 除外できませんもんね、これね。無理、もうね、伝統みたいなもんだよ、これね、ずーっと楽しい。除外できた歴史がないから。もう何十年もありますからね、もうね、今に始まったことじゃないというか。そうね。地元の人のおすすめって間違いないよ。うまい。間違いないくない？いや、俺さ、もううどんもね、あげましたけど、サブちゃんで。あのうどん、あの、ジローみたいに、パンチなの味じゃないですよ、全然してね。そう。だけど、なんだこの駅はみたいなことにだっけ、あんまり行かないんじゃないですか、多分観光の人は。
あのためだけに行く価値ありっす。あれ超うまいっすよ、マジで。住んでる方行って、もし行ったことなかったら、ぜひ行った方がいい。マジでまた食いたいもん。俺、あれだけで、あの、よだれてるもんね、あのうどん。あれね、ほんとに美味しいから。あれ、あんま伸びてないけど、うん、あの、ほんとに美味しい。麺だけね。うん。はいはいはい。まあ、うどん伸びにくいじゃん、うん、そもそも。でもまあ、北海道はね、飯よりやっぱ、風花ちゃんに会えてるからさ。いいよ、風花ちゃん。そうなんで風花ちゃん別にいいじゃん。あ、まあまあそうね。風花ちゃんの方が言っとっていいでしょ。インフルエンサーですよ、もう言うたら。もう、夜の蝶の、夜の蝶のもう、だってあれでしょ、その全国的にも、そのトップ、なんと入るぐらい超売れてる。そうですね。だから、関西コレクションとか、うん、ああいう、なんか、インフルエンス能力が高い女の子しか出れないような。TGC とか ?TGC みたいな、いや、そこに出るんですよ。アスカキララとかが出てるよ、ね。あ、で、そう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 。そう、だから全国の夜の蝶のね、方が、こう、出るステージにこう、選抜して出に行く。あ、え、何でしたの、風花ちゃん。いやいや、だからもうなんかおすすめじゃないけど、なんかこう出てきて。インスタとかね。そう、だ3、4年前からだからね。かわいいこの子、みたいな。かわいいこの子から始まって、まあね、見てたら、あ、人がいいな、みたいな。うん。あ、この人めっちゃ人が良さそう、みたいな。人柄。人柄がいいなっていう感じで見てて、で、インスタで見たら、あ、なんかこう、ちょっとババ臭いバラエティというか、うん、なんかあれがいいんだね。なんかこう夜の蝶って、ね、綺麗じゃん、なんか取り付けようというか、それさらけ出すというか、ゲーみたいな。いやでも今はそっちの方好感度高いんじゃない？高いの。女性 YouTuber とかみんなそうじゃない、うん、さらけ出してる。さらけ出してる感じが人気あるというか。だから夜の蝶のさらけ出してる方がいいんで。夜の蝶やね。そう。だからパピオンがね、こうナイトパピオンが、うん、さらけ出す、そうそう、さらけ出しの北海道部門第1位じゃん。いやでも、原口の席についてて、うん、やっぱすごい慕われ方してたし、ね、後輩の人とかね、いや、花あるの、花ね、つないぐらい、そうそうそう、あ、思った。いや、後輩の蝶からね、相当後輩の蝶からもう気持ち悪いよ、後輩の蝶から相当おさっても言うしね、あ、まあまあね相当ね、慕われてたね。いや、相当あれがなんかキーホルダーつけたりもしてたもん、後輩のこと。そうでしょ、そうそう、また会えたらいいけどね。また北海道行きたいですね、でもね。北海道でまた風花ちゃん指名して、また4秒だけインスタ載せてもらってね。そうまあそうですね。短かったわ。風花ちゃんのストーリーズに原口、一瞬だけね、加工バリバリの原口が出るんですけど。あの白いやつだね。4秒ぐらいだけな。まあいいやこれですよ。あれ保存した？あ、保存してる。原口かどうかも一瞬ちょっと分かんないぐらいの。アウトレットに行くかな。アウトレットとか最近ね、いろいろ出て、結構だってジョーダンのね、白黒とか買ってるんですよ。確かに確かに。スウェードのね、あのロイヤルとか出てますから。あと、あの箱切りにさ、あの返品された B 品扱いのものとかもう普通にあるから、うん、だからあのちょっとプレついてるものとかも多分出てくるよ、今後。あ、本当。出した、うん、うわぁ、そりゃアウトレット動画伸びましたね、これね。そらね、返品されたものが、行くアウトレットがもう指定されてていくつかあるんだけど。マジか。そうそう、そういうところに結構今もう狙いに行ってる人たちが多いっていうかね。もう早いね、鍵つけるの。もう連日行ってるみたいな。行ってるでしょ。うん、アウトレット自体が楽しいから。まあ確かにね。うん、まあそこで一応行きますね。動画にはしませんけど。そうそうそう、動画にしないだけで。確かによく言われるんだよ、なんかアウトレットそんな嫌いなんだみたいな。あ、そう。やっぱ動画が全てと思ってる人多すぎるから。まあそりゃそんなわけないから。いや、まあそうだよね。そりゃそんな人生の一部分をね、動画にしてるだけで。そうだね。まあまあ、そう、まあそりゃ誤解するというか、まあそういうふうに思っちゃう人は、まあ、いて全然しょうがないです。もうこれはしょうがない。あ、大丈夫かと思うけど、正直。いやいやいやそんな考え方で。いや、まあまあね、うちはその先進して見てる人じゃないと思う、それはね。まあね、いろんな人の見て、あ、この人はこういうやつなんだって印象でね、やっぱ印象なんだよ。だから動画で見たものだけでやっぱ捉えちゃうからさ。まあそう。